普段の接客はどのような接客ですか？ワイワイ元気に飲む接客です。自分にとってのワイルドさとは何ですか？美、美しさですね。野生の本能を感じたことはありますか？それはいつですか？常に感じてます。最後にユーザー様に一言お願いします。ぜひドットに遊びに来て一緒に飲みましょう。普段の接客はどのような接客ですか？自分面白さに欠けるんで声量で伸ばします。お酒入れば入るほどうるさくなります。自分にとってのワイルドさとは何ですか？ワイルドさは素の自分です。野生の本能を感じたことはありますか？それはいつですか？従業員と飲み勝負してる時とかに負けたくないんで燃えますね。最後にユーザー様に一言お願いします。エイトは一人一人従業員のレベルが高くて絶対に後悔しないんで一度ご来店ください。待ってます。普段の接客はどのような接客ですか？姫様に楽しんでもらうためにまずは自分が楽しむことを意識してます。自分にとってのワイルドさとは何ですか？見た目ですか？野生の本能を感じたことはありますか？それはいつですか？シャンパンを見たら直瓶してしまう癖があるところですかね。最後にユーザー様に一言お願いします。ゴールドの名古屋はいろんな系統のイケメンがいるので、ぜひ遊びに来てください。ちなみに僕は女子大で一番お酒が強いのでぜひそれを楽しんでほしいです。普段の接客はどのような接客ですか？普段は相手に合わせた接客をしています。自分にとってのワイルドさとは何ですか？男に憧れる男がワイルドと思います。野生の本能を感じたことはありますか？それはいつですか？やっぱりホストなんでバカみたいなお酒を飲んだ時に感じますね。最後にユーザー様に一言お願いします。ワイルドな僕に食べられたい方はぜひ話せはず。普段の接客はどのような接客ですか？クールでかっこいい接客です。自分にとってのワイルドさとは何ですか？肩幅です。野生の本能を感じたことはありますか？それはいつですか？格闘技やってるんですけどその試合中でアドレナリンが出た時です。最後にユーザー様に一言お願いします。ワイルドなホストは僕くらいですがイケメン揃っているのでトリプルSにぜひご来店ください。